種目設定でまずだいぶレベルが上がってますよね。一級からプライズ検定っていうのはスピード感も上がってるし、あの斜度設定からそのコースの距離の長さとか難易度が上がったような気はします。スピードある中でもやっぱりちゃんとしたバランス安定感しっかりさこうっていうのが出せないと、まあ、切り替えの重心の入れ替えとかももちろんそうですし、参加者がねやっぱ小回りショートターンまでカービング要素が無理してやってくる人がかなり増えてきたんです。ナチュラルバーンの設定なんで、その中でやっぱり状況判断としてそこでカービング要素でスピード出してきちゃう無理だよ、ターンのコントロール効かないよっていう状況ってすごいあるんですよ。そうズレも使ってその状況に合わせて降りてくるのが一番うまいなっていうふうに感じます。点数つけてる人間としてはね、はい。